はい、では次の曲は私に人生と言えるものがあるなら、これは、アメリカ民謡に、笠置徹さんが、詩をつけたものです。なんかね、青春時代のこのね、ワクワクとした、ね、ああいうそういうのを、なんか詩にしたいということで、書かれた、そうですが、これはね、いつも師匠から聞く話なんですが、笠置徹さん一生懸命こう、ね、詩を考えて、自宅でね、私に人生と言えるものがあるなら、あなたと過ごしたあの夏の日、許されるのならやり直してみたい、できることならあの日に帰りたいと、そこまで書いた時に目をふと上げたら奥さんの目がパッと合って、やばい、目をそらしたとかってそういう、逸話があります。はい、では、楽しく歌っていきましょう。私と私に人生と言えるものがあるなら。